長からご苦労なこった。誰だこんな朝早くから。今日あなたの運命を変える出来事があるでしょう。羊か。さっきの子だ。さっきの子が危ない。君逃げるんだ。この柔らかい感触。これは、ごめん。まあ、とりあえず間に合ってよかった。君、ちょっといいか。君は確か同じクラスの。突然ですまないが、これを見てくれないか。モザイクなし。彼女に白崎に謝ってもらいたい。その前に説明させてくれないか。ほう、聞きましょう。つまり君には未来をうかがい知る能力があって。ああ、いやいや、本当のことなんだって。痴漢のくせに言い逃れなんて最低。女の敵、覚悟。さよなら。逃げるとはなんて卑怯な。ああ、もうなんでこんなことに。助けただけなのに。どこにあった。とにかくどこかに隠れて体力回復しないと。君はごめんなさい。私のせいでとんでもないことに。一度ならず二度まで。もだから誤解なんだって。白崎、今助けるからな。違うの、みんな私が悪いの。すまない、白崎が君を探したいというので、てっきり痴漢を捕まえたいのだとばかり。まあ誤解が解けたんならいいよ。さて教室に戻るとするか。長い昼休みだ。どうにもならない。誤解だ。誤解かどうかは本人の体に聞いてみようじゃないか。どうやら分かってもらえる雰囲気じゃないな。で、俺体力ないんだった。俺の男に手を出すとはいい度胸だ。聞いてください、加計君は痴漢じゃ、そのありません。よく聞こえないよ。違うです、痴漢じゃなくて、その。そうです、私嫌じゃなかったんです。バカップルの野外プレイってことでその場は収まった。